今日はなんかめでたい話らしいで、知ってるか？ついに私のファンクラブが。ファンクラブじゃない。見て見て、拙者のウインク。てかちゃんと聞いてなかったわ。登録者100人いったんかいな。いやー、拙者ら YouTube 始めて3ヶ月ぐらいになるんやけど、いやー、めでたいのー。拙者らの人気もうなぎ登りやでー。みんなに笑顔を届けるために頑張ってきてよかったでー。皆様のご支援もあり、登録者が100人となりました。ありがとうございます。次の目標は1000人です。これご長男様の喜びの舞らしいで。ガッテン。てかそんなめでたんやったらなんかくれよ、せっしゃらに。ここにチラシあんで。何しようかな。せやな、とりあえずツナの盛り合わせ。ほな行きましょうか。え、いやせっしゃも行くやろ。当たり前やんか。そんなお肉、お肉、この泥棒猫。おお、ケーキやんけ。ええー、の、お祝いって言ったらやっぱりケーキやな。拙者チョコケーキの方が好きやけど、まあしゃあない。ショートケーキにしとこうか。いちごいっぱいや。ちょい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 、待ちいいな、ご長男様。それ、拙者らのお祝いのケーキやろ。拙者のために作ってたんちゃうんかいな。まさかと思うけど食べんといてや。いや、フリとちゃうからな。あ、いやまさに悪夢やったわ。なんで拙者にはケーキじゃなくてナスやねん。ん？なにこれ。エビフライ、ケーキが欲しいの。ケーキや、ケーキやけど本物持ってこかい。ん？いちご。ちゃう、これはケーキじゃない、ケーキの作りもんや。ふざけるなし。もうええ、そっちがその気なら、拙者は本気を出すからな。おりゃー、ご主人がおらん間に食ったるんや。ケーキは拙者のもんや。あかん、食べられへんかったわ。けど拙者は諦めへん。この携帯使ってケーキをポチるんや。ポチり作戦もあかんかったわ。てかみんなよう見てや、こんないじめられてねんで。なあご主人、猫用のケーキとかもあるんやろ。ちょっとご褒美で買いなさいな。イライラドットコムや。まあお祝いの日やし、これでは懲りずにどん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 声かけていくで。ちょっとなんかいい感じにまとめとるけどさ、せしゃらのご褒美忘れてないやんな、もちろん。お？お肉も届いていませんよ。あと、ファンクラブの設立はいつですか？とりあえず確かなことは、ご主人はもっとごっと頑張ってもらわなあかんな。その通りなのですよ。では皆様、アディオス。